はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。都知事選のポスターで1日に苦情1000件超え、電話が鳴り止まない。窓口は都の選管ですかね。まあ大変ですけれども、選挙以外は暇なんだし、しゃあないっすね。どういう苦情かというと、違法じゃないのか、とかですね、何枚も同じの貼ってあって間違いじゃないのかとかですね、ハレンチポスターにですね、子供の教育に悪いと、いうようなものがあったそうであります。まあ見たら驚いちゃうよね。これなんかの間違いじゃないのか、何これ、呆れちゃいますよね。世論です。戦艦にいても意味ないのにな。散々言い切ったくせに半日で撤去しててダッサ。これエロポスターの男の話ですね。翼も逮捕されてて何もできねえし、警告で済ませるなよ。もう性善説はやめろ。選挙が完全におもちゃになってしまってる。外国人観光客が世界中に拡散しちゃうんだろうな。子供の教育に悪い。こういうバカが増えてるのテレビの影響でしょ。ガーシーがまともに見えるレベル。気持ち悪いわ。立ち話しねえバカがバカやると規制されてどんどん不自由になっていく。あ、これありますね。程度が低い学校ほど拘束が多い法則っていうのありますね。選挙終わってから誰か逮捕されるんだろうな。こうして話題につくから余計調子に乗るんだよ。掲示板の数考えたら供託金1000万円でもまだ安いよな。ポスターのひどい内容について言うとバカどもの宣伝になっちゃうんで言いませんけれども、松本総務大臣、他者の名誉を傷つけることや品位を損なう言動は禁じられている。その是非は捜査機関が判断する。なんか対策しなさそう、やる気なさそう、人ごと。公選法以外でもですね、誹謗中傷であるとか害悪の告知をポスターに書いてあったら、侮辱罪とか名誉毀損、脅迫でいけそうなんですけど、品位を損なうは判断が難しいですね。私は豊島区議会で共産党はね、我々を家畜だ奴隷だって思ってっから、我々が作ったルール守んねんですわって言ったら、下品無礼って理由で47年ぶりの懲罰委員会にかけられましたけれども、まあ無罪で済みましたけれども、警視庁、違法なものは早期に対応する。エロポスターの方は警告にビビって剥がし始めたそうで、全部剥がし終えたかな。総務省、ポスターの事前審査は検閲になりかねないので難しい。それは仕事したくない、責任取りたくないよな。余計なことして、ダメなのを出すのは、これはダメだす、これはダメですって跳ねたら大騒ぎしそうなバカばっかだしね、めんどくさいしね。ダメなの出すダメなやつは、これダメですって言ったら、ほらバカにバカって言うとすげえ怒るって法則があるじゃないですか。何度も繰り返しますけど、人口57万人の鳥取県知事選挙は供託金57万円でいいよ。都知事選挙は供託金1400万円にしましょうよ、人口に合わせてさ。大阪は880万円、福島県は180万円、そうしましょうよ。あとね、今日本に外国人観光客何万人来てるか知んないですけど、年間4000万人ぐらい来てんですよね。したら1日10万人か。大体は東京は来るじゃないですか、成田空港についてさ。大阪、関空に直接来るって人もいんのかな。まあ東京に今外国人観光客何万人いるか知らないですけど、まあ写真撮って旅の思い出にしちゃうよね。国辱ですよね。日本国の恥になっちゃいますよね。同じ日本人としてめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、これもうやばいよね、本当に。多分規制されんじゃないかな。ダメで、ダメだよって、こういう行為はダメだよって名指しで、ハレンチポスターダメです、名指しで、何枚も同じの反応ダメです、名指しで、選挙に関係ないポスター貼るのダメです。なんか選挙に全く関係ないポスター、もう
混じってるみたいなんですよね。都知事選ポスターの参上に三浦誠赤旗社会部長安倍のせい、なんでだって話なんですけど、いまだに安倍がやってんのか。まあ年取っとね、あの脳みその切り替えがなかなかできませんしね。昔あの麻雀漫画でですね、これはあのポンとかチーとかしないでいくっていうのをですね、ついうっかりあのポンしちゃって、でもあのポンとかしない、チーとかしないで、行くっていうのがあの頭にこびりついてて、ポンした後にリーチをかけてしまうっていうあの高齢者の、漫画がありましたけれども、共産党だってね、あの連邦知事実現のために共産党に募金をとかやってんのにね、人のこと言えたもんじゃないですよね。新聞派赤旗、いやー、岸田政権が半導体を優遇して原発を推進し、軍備を増強しようとしています。それの何が悪いんだと話題になっておりました。世論です。いいことですやん。素晴らしいじゃん。岸田がまるで有能に見えて草。半導体工場のために電気代安いに必要があるから、一般人にも利益あるよ。これが悪だと思うセンスのなさが、まさに共産党と。半導体を優遇、半導体で世界にリードすることは、生き残りに必須ですね。民主党政権の円高誘導で LP だが倒産して随分遅れ取ってしまいましたよね。民主党政権以前は日本が半導体をリードしたのに、もう今更ながら許せんぞ民主党、原発を推進し、電気代下がっていいことじゃんね。エネルギー自立っていうのは日本の悲願なんだし、前の戦争はそれで行っちゃったわけだし、海水からいくらでも無限にウランを抽出できるし、コストももうすぐ輸入するより買うより安くできるんだし、原発動いてね、電気代安くなっても、これをね、あの脊髄反射で悪と考える赤旗読者の家だけ電気代高いまま据え置きにしてくんないかな。軍備を増強し、赤旗読者はバカだからわからないだろうけれども、医療も福祉も教育も安保あってこそのものですよ。安全保障がまず土台。人民軍がね、あの日本人の生命財産を脅かすような状況で、医療だ福祉だ教育だって言ってらんないっすよ。命あってのものだねって言葉、赤旗読者は知らないんだろうな、バカすぎてな。まあ、あの、これを見て脊髄反射で悪と決め込めるような、決め込むような、なんつうの、治療不可能に深く深く洗脳されてますから、まあ、こういう人は相手にしないでですね。ホンダ、来年5月に原付バイク生産終了を、同年から始まる排ガス規制に対応が困難なため、これたまげました。私、自民党は産業潰したいのかな、 50cc のバイクなくなっちゃうのって思うじゃんね。世論です。自民党は何がしたいんだ。バカ丸出しの欧米基準、バカ丸出しの欧米基準に規制厳しくするのかな、排ガス規制ね。普通の街中仕様は電動化していくのか、30キロ制限は危ないからやめてくれ。電動バイクもいいですけど、寒いとこバッテリーの性能落ちるよ。バッテリーになってさ、化学反応なんですから、気温が低いと、そのバッテリー内の化学反応が鈍くなりますからね。今後はですね、記事の内容をよく読みますと、時速60キロまで許可された原付2種の出力制限版を原付として販売していくそうであります。30キロまで、制限の、原付一種でも普通に60キロ出してますけどね。つまり結論として、今後 50cc バイクはですね、30キロ制限が撤廃されると、で出力規制されると、何馬力までとか決められちゃう。今は性能いいから、何十馬力でも 50cc でターボもつけちゃう、スーパーチャージャーもつけちゃうなんてことになったら、50cc のモンスターマシン、例えば白バイで追っかけても捕まんないようなのできちゃうと困りますもんね。日経新聞のタイトルだけ見たら 50cc バイクなくなっちゃうのって誤解するよね。そこはですね、30キロ制限撤廃って見出しにしてるよなってセンスねえな、日経は。今日の単身です。統計とかの数字がちゃんと出るような比較的マシな、38カ国を指す OECD 発表。OECD 平均出生率、出生率っていう人もいますけど、1960年 3.34 人が
2022年 1.51 人に半減した。これ62年で半分以下になってしまいましたとさ。カナダ 1.33 人、ギリシャ 1.32 人、日本 1.26 人、イタリア 1.24 人、スペイン 1.16 人など、少子化で大変なのは日本だけじゃなかったですね。靴沢仮説、医療の進歩で死亡率低下、次世代を残さないとっていう切迫感が薄れ、自分の稼ぎや時間を自分だけのために使った結果であると、これは死なない生物に子供はいらない、で自分が死ぬことを想像できないから次世代を残さないとって思わない、気迫。仮説に、ユニバース25楽園実験、これネズミを使った実験なんですけど、まあ餌は無限に与えると、何もしなくても、掃除もしてやると、あれですね。そうしてネズミを複数飼ったらどうなるかって実験なんですけど、これ無気力ネズミ7割からスタート、何にもやらない、毛づくろ以外何にもやらない、自分の縄張りを作ることも、戦うことも餌探しも何にもやらない、だって餌湧いてくるし、で繁殖もしない、メスを追っかけないっていうですね、無気力ネズミ7割からスタートで、時間が経つほど無気力ネズミが増えて率が上がってとうとう絶滅する。ユニバース25回同じような実験を繰り返したが、結果は同じで全部絶滅っていう楽園実験っていうのなんですけど、生存の心配がなくなると、逃走や餌取りだけでなく生殖に関してまでもが無気力になった結果であると、つまり食うに困らないっていう状況ですね、今我々は。日本だといくら貧乏だってったってスマホは持ってるしね。最大の原因はですね、各国とももっともっとって女性を働かせてるせいなんですけどね、女性の労働に制限かけてるイスラム教徒はどんどん増えてるわけでして、サウジアラビア、なんかもう数年前までですね、女性が車運転しちゃダメっていう風になってた。するとタクシードライバーのトラックドライバーの女性はダメってことになりますよね。つい数年前までそれやってて、女性がつけない職業とかいっぱいあるんですよ。他の国はですね、イスラム教徒、以外は女性にもっと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 働けって言ってるから減っちゃうんでしょう。これのですね、仮説1にも、全部だな。仮説1、仮説2、女性を働かせようとしている、男女、男と女が平たく等しくなんかなりっこねえのに、男が子供を産むことなんか不可能なんだから、平たく等しくなんてなりっこねえのに男女平等って各国とも言ってる、プラス仮説1、2の力でですね、各国ともこんな風に子供が半減してんだわなーって、これどっかで誰か言い出さないですかね。男と女平たく等しくなりっこねえよ、子供産めねえじゃん男はさって、力も女性は男並みに鍛えても男みたいな筋力とか出せないよ、脳みその仕組みも違うしさ、って言い出す人いねえのかなーって、私が言い出してますけれども、声がちっちゃいな、スピーカーがちっちゃいっていうかね、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。